宮城県石巻市。東日本大震災から4年目に入りました。ここは門脇町です。津波で建物がすべて流されました。頑張ろう石巻の看板、住民が津波には負けないという思いから看板を掲げました。今では復興を願う町のシンボルです。看板のところから芽生えたど根性ひまわりは4世になりました。看板を建てた黒沢健一さん、ここに自宅兼店舗がありました。私たちは名古屋にある杉山女学園大学の学生です。この日は雨が降っていましたが、ひまわりの苗木を植えさせてもらいました。黒沢さんは被災地から芽生えたど根性ひまわりを全国に紹介し、希望のメッセージを発信しています。わかると思うけど、雨降ってもこれぐらいな感じで。黒沢さんにお話を伺いました。睨まれるような感じがするっていうか、なんか辛いなみたいな、こう目をそらせて看板を通して亡くなられた方への追悼の思いで、生き残った自分たちが頑張ろうとする思い、これが基本にありますけど、その上でやはり震災のことを真剣に学びにいらっしゃっている方に、できるだけ正確な情報であったり、そういったものを真摯に伝える方法として、いろんなことを今やっております。震災から4年目に入り、石巻では復興公営住宅や集合住宅などの建設が進められています。地元の新聞社、石巻日比新聞社を訪問しました。社長の大見浩一さんです。大見さんは隣町の女川町の新しい町づくりを進める第三セクター会社の役員もしていて、被災地の復興に積極的に取り組んでいます。その少子高齢化とか、それから人口流出とか過疎化とか、そういった問題が強く早くなってます。女川町の場合は日本一人口の減少率が高い町ということで報道されてます。で、その町がこれからどう向かっていって、その立ち直っていくのか注目することで、多くの地方都市の人たちもそのモデルをしっかり見れるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ被災地の方に目を向けて、自分たちの未来があると思って、参考にしていただきたいと思います。市内の中心部にある絆の駅石巻ニューゼです。ここは石巻日比新聞社が地域の復興拠点として設けました。石巻では地元の子どもたちが石巻日比子ども新聞を発行、震災後の様子を発信しています。この日は子ども記者が集まって表現力を磨くワークショップが行われました。どのような気持ちで新聞作りに参加していますか？この新聞を読んでる人に共感してもらって、でもっといろいろな人と交流を深めていくことができたらなと思っています。今の石巻を読んでくれる人たちに伝えられるように作っています。みんなに伝えられればいいなと思って取材したりして新聞を作っています。館長をしている竹内博之さんです。震災から4年目に入り、仮設住宅に入居する被災者の生活を心配しています。
被災された方々の心の問題が一番心配です。仮設住宅に入居されている方々が前を向こうとしてもなかなかその出口を見出せない、それに対するイライラしているのではないかなというような感じします。それが自殺者数、自殺される方、そして、トラブル、いろんなトラブルとなって、現れてこなければいいなと思っております。地域社会としてはそういう方々をまだ自分の足で立てない人たちをどのようにサポートできるか、これが4年目以降の大きな課題として出てくるのではないかなと思っています。震災復興基本計画では今年度から最盛期に入った石巻、夏には復興への祈りを込めて石巻川開き祭りが開かれます。